皆さんこんにちは。大好評放送中の恋は双子で割り切れない、白崎純役の坂田翔吾です。3人の三角関係がさらなる展開へ、初恋こじらせ系双子ラブコメは予想外の連続でひとときも目が離せません。そんな中、白崎純の幼馴染の神宮寺ルミと直里を演じる二人が海の生き物を眺めながらお散歩ロケに行ってきました。写真を撮ったり、クイズを楽しんだり、甘いスイーツを食べたり、もちろん大はしゃぎで二切れ気分も満喫。私坂田もナレーションで参加させていただきますので、よろしくお願いします。恋は双子で割り切れない特別番組、萌葉とマーヤの二切れ散歩。皆さんこんにちは。大好評放送中の恋は双子で割り切れない、神宮寺ルミ役のちもと萌葉です。こんにちは、神宮寺直里役内田マーヤです。はい、いやー、潮の香りがしてますね。うわー、すごい景色。実は私たち葛西臨海水族園に来てるんです。はい、水族館に来たんですけれども、いやー、今日はいい天気ですね。いい天気ですね。すごい曇ってますけど。そうなんです。水族館は1年ぶりぐらい、1年ぶりぐらい、うん、でもここは初めて来ました。本当？いや、ここ私もでもね、多分何年ぶりだろう。水族館自体は多分ね、2、3年ぶりぐらい、うん、かなと思うんだけど、うん、全く覚えてない。来たことはあるけど、おそらく。じゃあもう新鮮な気持ちでそうだね、楽しみましょう、ね、うん、新鮮な気持ちでいこう。はい、今回お二人が訪れたのは東京にある葛西臨海水族園。大きなガラスドームが印象的で、500種を超える海や身近な水辺の生き物と出会える人気の水族館なんです。突然ですが、お二人に問題です。水族館といえば何を思い浮かべますか？水族館といえば、魚じゃないんですか？確かに魚がいたり、ショーをしている、あ、アシカショー、確かに、うん、あとなんか餌をあげたり、その触れ合いとかありますよね。あるね。あとは、ナオリがデートをしていました。え、ルミが先にデートしました。いよいよルミとのデートスポットです。うーん、どっちも正解。ルミとナオリそれぞれがジュンとデートした水族館の舞台となった場所でしたね。というわけでお二人ともさすがでございます。はい、そう、まさにこの作品の中でもみんな3人が来ているスポットっていうことなんだよね。はい、そう、いやー、もうでも本当に来たところでちょっとだけ見させてもらったんだけど、もうすでになんか、あ、これはっていうアニメのあの地みたいな、ありましたよね、うんうんうん、もう、あ、知ってる場所だと思って。今回はルミとナオリそれぞれがジュンといったデートスポットの舞台水族館で二切れ気分を楽しみながら散歩しましょう。行きましょう、行きましょう、行きましょう。早速下へ降りていく2人、海へ潜っていく気分でワクワクしますね。僕もね、葛西臨海水族園行ってみたいですね。そういえばここには面白い生き物がたくさんいるらしいので、見つけられるといいですね。あ、見えてきた、見えてきたね、すごい、うわ、素敵、ね、めっちゃ綺麗、うわ、すごい、うわ、すごいね、すごい、すごいしか言ってない。うわ、いいね。え、なん、大きい魚もいますね。ね、サメ、サメいる、サメですよね、あれ、サメいる。あ、ここからの景色見たことありますね。そうそう、このシーン、ルミとナオリにとってはもちろん、ジュンにとってもいろいろな感情が入り混じる思い出の水槽になりましたよね。そういえばこの水槽に僕に似ているお魚がいるらしく、どこが似ているのか見てみたいので、お二人に見つけてもらいましょう。いや、すごいね、すごい綺麗ね、綺麗、近くで見ると迫力もすごいですね。うん、
か、なんかここサメいっぱいいるけど、サカタザメっていうのがいるらしい。サカタさん探しましょう。いる。サカタさん。はい。あれこっち？あっちこっち？こっちです。向こうに？あ、ここサカタさん。もちもちさん、内田さん、上に来ているらしいですよ。上。どれ？え？これ？あ、これ？これサカタさんだ。え、似てるんじゃない？似てるんですか？かもしれない。なんか目が似てますね。え？僕の目ってこんな風に見えているんですか？この愛くるしい目をした可愛らしいお魚がシノノメサカタザメ。名前にサメとついていますが、エイの仲間でこの水槽で一番大きい魚だそうです。似ているのは名前と目ですかね。会えた、よかった。サカタさんに会えてよかった。会えたよ。会えた。はい、どうも。はい、ここさ、アニメの中で、はい、ルミとナオリがジュンとデートをした場所なんだよね。ここ来てたよね。来てましたね。来てたよね。あ、これもしかして、うん、ナオリとルミの同じアングルで写真撮ったりしたらめっちゃエモいんじゃないですかね。やってみましょう。やろう。やりましょう。おー、それはエモいですね。さすがルミとナオリを演じる二人。どんな二切れ写真を撮るのでしょうか。あ、じゃあやってみる。やってみましょう。これでいきましょう。じゃあまずはルミの、あ、私、うん、じゃあ向こう。あ、あっち。結構さ、なんか広い絵で後ろから撮るみたいな感じだったよね。うん、後ろの方から、うん、じゃあここ、ここ、ここ、あ、ここ、ここ、ここと、じゃあ私はあっち行くわ。あ、わかりました、うん、お願いします、うん。なんだか楽しそう。お、いい、撮っていますね。あ、いい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 、オッケーオッケー。やった、ありがとうございます。どういたしまして。ね、見て、これ坂田ザメ説ない。坂田ザメ、坂田ザメ、坂田ザメと共演しました。そうなんですか。おお、これはすごい。まさにアニメで見たルミとのシーン。サカタザメもちゃっかり映り込んでたんですね。隣にジュンがいて、この後もう思い出すだけでキュンとしちゃいます。嬉しい。いいねいいね。ここはチューしたとこですね。そうですそうです、チューしました。ここで、はい、じゃあ次はマヤさんの撮らせていただいてもいいですか。そう、撮ろう。どこで撮る。この辺。うん、ここにする。え、どんなだったっけ。確か、こっからでしたよね。そんなだった。こんな。いきます。お、はい、チーズ。うわ、絵になる。素敵。さすがでございます。坂田ザメ、来なさい。いきます。お、あれ違うサメだ。うわ、かわいい。やった。デートしてる。ジャケ写撮影みたいですね。めっちゃ撮ってます、うん、めっちゃ撮られてる。楽しい。恥ずかしい。仲いいですね。もう絵になりすぎて。めっちゃ撮りすぎちゃいました。めっちゃ撮る。でもこれとか、あ、すごい。どうですか。え、めっちゃめっちゃ美しい。すごい。おお、これはナオリと一緒にデートに行った時のワンシーンですね。はしゃいでいたナオリも可愛かったけど、内田さんも素敵ですね。え、めっちゃ可愛い。これ私もこの写真欲しい。めっちゃ綺麗に撮れました。イエーイ。はい、坂田くん、どうですか。撮れましたよ。さすがでございます。お二人ともカメラマンとしてもモデルとしても優秀ですね。イエ。いやー、褒めてくれた。褒めてもらった。嬉しい。こちらの水族館のシーンはですね、ルミとデートしているときはもうピュアピュアなデートを意識して演じさせていただきましたし、ナオリとねデートしているときはですね、まあ、楽しみつつでもちょっとだけこうルミへの気まずさというか、少しだけルミを思い出すみたいな、そんなお芝居を意識させていただきました。いやー、水族館って楽しいです ね楽しい。もっといろんなお魚を見たいので、次行ってみましょう。行ってみましょう。行ってみましょう。
続いて訪れたのは日本のお魚が見れる水槽。観察しながら勉強できる場所でもあります。純がいたらいろいろと教えてくれるんだろうけど、お二人はお魚について詳しいのかな？さっきこれがぴょんぴょん跳ねながら移動してたんですよ。ではここで問題です。今お二人が見ているこちらのヤセタマカエルウオは水の中だけでなく陸の上でも長時間生きていけるお魚なんです。どうしてかわかりますか？見ているみんなも一緒に考えましょう。どうして？どうして？どういうこと？でも名前にカエルが入ってるじゃないですか。もしかしたら実は両生類とかっていう。なるほど。でも違います。魚だけど、魚だけどカエルが入ってる。確かに両生類。あ、エラが、あるけど、うちらさん、呼吸できるのか。そうそう。魚じゃない。魚じゃない。ああ、うちらさんもうちょっとでした。正解は魚類でありながらエラと皮膚で呼吸できるため長時間陸の上でも生きていけるそうなんです。いやでもお二人とも惜しかったですよ。よくできました。カエルと一緒だ。おすごい、すごい。そうなんだ。かだからカエルウオなんですね。かわいい。確かにめっちゃなんか動いてる。かわいい。自由だな。自由。こんな風にお魚クイズで楽しみながらお散歩するのも楽しいですね。いいな、クラゲ飼いたいもん私。飼いたい、めっちゃ飼いたい。かわいいです。おや、水族館でペット探しですか？撮影中ですよ、内田さん。はい、ここで私たちから坂田さんへ問題です。え、この水槽に海と直りがデートでおしゃれした時のようにとってもおしゃれなクラゲがいます。おしゃれなクラゲ、なんというクラゲでしょうか？突然のクイズ返しですね。確かにおしゃれで可愛いクラゲですが、なんでしょうね。こんな時博識なチュンがいたらな。わからないようなので特別にヒントをあげちゃいます。この映像を見てください。かわいい丸い傘と8本の口腕、その先に伸びたひらひらした付属器が特徴だよ。おしゃれな水玉模様にも注目してね。なんか急に始まりましたね。クラゲからもらったヒントによると、可愛い水玉模様の傘と8本の口腕か。水玉傘まだ言ってないんですけど。残念でした。正解はタコクラゲでした。あ、なるほど。8本の口腕がタコっぽいってそういうことなんですね。わあ、なんで思いつかなかったんだ。しかし、まさかクイズ返しをされるとは油断してました。いい写真だ。お、なんだこれ。おや、この丸い窓も見覚えありますね。そうそう、直里と純が歩いてました。こんな細かい場所まで舞台として取り入れていたんですね。